はい、毎度おなじみ天の声です。今回は東京都池袋にありますステーキロッジ池袋店さんで開催されているね、ワンコステーキ食べ放題で店内記録の8皿にガチで挑戦した時のやつになります。いや、ワンコステーキってもう冷静に考えたらイカれてますよね。パワーワードすぎるでしょう。まあ、ちなみにね、制限時間は30分と短めなんで、本家ワンコそばと同じで短期決戦ですね。さあ、ヤムチャは無事店内記録を更新できたのか、早速本編へと参りましょう。どうぞ。さあ、始まりました。ステーキロッジ池袋店、ワンコステーキ30分限界食いチャレンジ。今回ね、ガチで一皿でも多く食べて、店内記録の8皿を狙いたいんですけど、ご覧のようにね、もうステーキ灼熱なんですよね。もう湯気の量が半端ない。いや、ステーキ本体はまだ言うていけるんですけど、もう鶏巻きのね、野菜がね、もうガッチガチに熱いんですよ。本体対して強くないのに、しれっとおる鶏巻きが最強なタイプのボスですね。なんで、ちょっと野菜食べるときに関しては、耐熱罰、猫舌なね、うっぷ主をサポートするために、キンキンに冷えたお水ちゃんを、今回ね、ガンガン使ってますんで、ご理解いただければと思います。さあ、それではね、まず最初に、このね、ワンコステーキとかいうイカれた企画のシステムについて解説していきます。まず制限時間は30分で、ワンコステーキという名の通り、その制限時間内はステーキがワンコそばのより無限におかわり可能。一皿は 300g あり、肉 200g、 野菜 100g という割合になってます。ワンコそばの1杯あたりの重量は 20g ぐらいなんで、正味ね、ここは全然ワンコじゃないですね。一発一発がもうガロンドルフ並みに重すぎます。制限時間30分で、短期決戦気味なんですけど、ステーキはね、前のやつを食べている時でも、次のやつを先に注文して焼いてもらうことが可能なんで、ほとんどね、30分間待ち時間なく食べ続けることができます。食べたらすぐさまね、次のステーキがね、飛んでくる様子は、これはね、かなりワンコミがありますね。気になるステーキ本体のお味の方なんですけど、これはもう想像以上にめちゃくちゃうまかったです。それもそのはずで、このワンコステーキで提供されるジューシーステーキの部位はリブロース。柔らかくてきめ細やかな肉質で、赤身と脂身のバランスが良く、赤身と脂身のうまさを両方高いクオリティで堪能することができるオールラウンダーな部位なんですよね。相場もステーキでよく用いられる、肩ロースとかランプとかよりも高く、一般的には高級寄りの部位として知られています。ただ、うまさの要因は部位だけではなく、ロッチさんの肉質に対するこだわりもございます。ロッチさんでは世界中から集めた50種類以上の肉を3ヶ月かけて食べ比べて厳選。その上でね、取り扱うお肉については、流通状況は世界の情勢などにより都度ね、最適なものを選んではるんですね。さらに管理や調理でもこだわりを徹底しておりまして、それらのお肉を一度も冷凍せず低温管理した状態から調理されているそうです。冷凍することにより肉の食感とか旨味の劣化がないんで、よりね、肉本来の味わいを堪能することができるんですね。ワンコステーキ挑戦する前はね、もう肉をいかに早く食べられるか、マイアゴーバーサス肉の硬さみたいなね、感じの戦いになると想像してたんですけど、もう肉がね、飲み物すぎて全然その心配いらなかったです。むしろね、もう下におるね、鶏巻きの緑、野菜 100g の方がね、もうよっぽどね、顎の耐久力削られましたね。最初にも説明しましたが、パッと見の本体よりも鶏巻きの方がよっぽど厄介なのは、ドラクエのデスタムーアや、オンストのね、高難易度ボスを彷彿とさせます。さあ、食レポも終わったところで、ここからね、一体どのぐらい食べたら元が取れるのかと、元を取るためのコツを、実際に挑戦してみた感触から解説していきたいと思います。まず、どれぐらい食べたら元が取れるのかですね。はじめに今回の食べ放題対象であるジューシーロッチステーキ 200g の価格は、税込みで1150円です。ステーキチェーン店の代表格であるいきなりステーキだと、リブロース 200g で税込み2320円しますし、基本的にね、ここ最近の相場だとリブ 200g を外で食べるとね、2000円はどこもするイメージなんで、リブ
ーロース 200g で1150円ってかなり安いですよね。あ、そしてね、口頭では説明し忘れてましたが、こちらのワンコステーキ食べ放題の価格は税込みで4980円、つまり5皿食べたら元を取ることができます。まあ、重量にするとね、肉 1kg プラス野菜 500g なんで、まあ、総重量は 1.5kg なんで、まあ、一般の人にはね、ちょっとややハードルが高いかもしれませんね。あ、ただ5キロとか7キロみたいなぶっ飛んだ量じゃなくて、重さだけで言えばね、初級のチャレンジメニュー以下の数値なんで、結構食うの早いわとか、暑さに強いわとか、普段ボディメイクでステーキ食べる習慣あるから食べ慣れてるわって人にとっては、もう十分ね、元を取ることができるポテンシャルがあると思います。何よりね、ステーキが絶え間なく次々と提供されてくるという、まあ、体験そのものがね、ロマンがあって楽しいんですよね。さあ、何皿食べたら元を取ることができるかを話した上で、ここからはね、元を取るコツについて話していきたいと思います。まあ、一般的にはね、ステーキの食べ放題だと、まあ、肉を細かく切れとか、よく噛んで食えとか、まあ、言われること多いんですけど、まあ、ロッチさんのステーキね、冗談抜きでもうめちゃくちゃ柔らかいんで、もう結構ね、僕みたいな絶望的なナイフさばきでも余裕で切れますし、適当に切って大きさでかすぎるのが出てきても飲めるんでご利用していきます。まあ、ほんとね、これね、 200g 1150円のクオリティじゃないですよ。となるとやはりね、たくさん食べる上で障害になってくるのは ATUSA、 そう、暑さですね。特にね、最初に申し上げたように野菜は熱が伝わりやすく、めちゃくちゃ熱くなるんで、もう量が少ないながら肉よりもくせ者です。まあ、さっきからね、ちょっと野菜のこと厄介な取り巻きだの、真のボスキャラだの散々申してるんですけども、まあ、あのね、肉が神クオリティすぎて食うの楽すぎるから、相対的に野菜が壁になってるだけであって、まあ、ロッチさんの野菜が特別食べにくいとか、まあ、そういう人にね、あの、話しているわけではないことは念のため先に申し上げておきます。まあ、野菜にはね、ちゃんとお口をリフレッシュしたり、カロリーをゼロに打ち消す役割があるので必要ですね。とはいえ、まあ、やはりね、あの、この限られた時間で一皿でも多く積み重ねるためには、お口をリフレッシュ、カロリーをゼロにしてもらいつつも効率的に野菜を食べ進めていきたいところ。その効率的に食べ進める手段に関しては、暑さに強いか否か、すなわち、まあ、猫舌か否かで変わるかと思ってます。まずね、暑さに強い場合はもうね、何も考えずにそのまま行くのがいい気がしますね。もう一番必要な動作、それが少ないですし、まあ、野菜もね、熱が通った方がより柔らかくなって食べやすいと思います。まあ、傘も減りますしね。一方で、暑いのが苦手な、まあ、ウプ主みたいなタイプは、まあ、先にね、あの、動画内でも、まあ、テロップで解説してたんですけど、まあ、一旦ね、あの、前に食べていた鉄板に野菜を移すのがいいと思います。まあ、ラッチさんの鉄板ね、あの、公式ホームページにも書いてあるんですけど、まあ、自慢の鉄板です。めちゃくちゃね、蓄熱性が高いんですよね。なんで、まあ、あの、前の少し時間が経った鉄板でも十分に熱を持っていて、まあ、肉を食べている間、その鉄板の上に野菜を置いておくと、まあ、ギリ食える厚さかつ、まあ、程よい柔らかさという、もう猫舌にとって絶妙な仕上がりになってくれるんですよ。これね、実際やった人だけが分かるマジで使えるテクニックだと思うんで、まあ、猫舌他の人は覚えておいて損はないです。肉だけにテクニックってね。まあ、唯一の欠点は、まあ、野菜を移すのに30秒ぐらい時間がかかることですね。まあ、たかが30秒とはいえ、チリツモで、まあ、例えばね、5皿分だと2分半のロスになるんで、バカにはできません。とはいえ、まあ、それを踏まえても、猫舌にとってはメリット大きいんで、まあ、普通に食べるより全然早くなるんで、やった方がいいと思いますし、まあ、あの、自身のね、猫舌ぐらいに合わせて、まあ、とりあえず8割ぐらいの野菜をざっくり10秒ぐらいで、まあ、鉄板に移して、まあ、あとの2割の野菜は気合で頑張るといった感じで、うまい具合に調整してみてもいいかもしれません。あとね、上にたっぷりとかかっているソース、あの、具材感のあるね、玉ねぎのうまさとガーリックが効いてもめちゃくちゃうまい、ロッチ自慢の手作りソースなんですけど、まあ、これがね、初期状態だと結構冷たいんで、このソースをあちあちの野菜にまとわせながら食うことで、まあ、暑さのね、クッションにしつつも美味しく食べることができるんでおすすめです。まあ、こんな感じでね、もう小賢しい手をいくつも使って、まあ、一皿でもね、多く記録を狙っていくことそのものが結構こういったね、制限時間付きの食べ放題だと楽しいんですよね。さあ、そうこう言っている間に残り時間6分を切りました。現在6皿目に突入。
小賢しいテレベストを尽くしたもののぶっちゃけね店内記録の8皿は厳しそうですね。ただ実はこの食べ放題隠された裏仕様がありまして、最後の一皿ね30分を超えても食べ続けていいんですよね。すなわち30分経過までにラストオーダーをすることができれば、たとえね30分以内に食べ切ったお皿が6皿でも、時間外でねラストオーダー分を食べて記録を7皿とすることが可能。これはね結構良心的ですね。なんでもう今ね説明でお分かりいただけたかと思いますけど、今やるべきことはこの6皿目を30分経過までに完食することです。ちょっとねうっぷ主が頑張ってる間に最後ねワンコステーキは厳しそうやけど普通にここのステーキ食べてみたいわって方のためにロッチさんのね通常メニューの紹介をしていきたいと思います。まずはねこのワンコステーキでも登場したねジューシーステーキですね。この最高級のクオリティを誇っておきながら、ロッチさんの牛肉系のメニューの中では一番グラムあたりの価格が安い、いわゆるコスパ枠となっている点からもロッチさんのメニュー全体の質の高さが伺えます。お値段はね 100g あたり税込み550円、すなわち 200g だと先ほど説明したように1100円、 300g だと1650円、 400g だと2200円です。いや牛肉が高騰しているこのご時世、リブロースであること抜きにしても安いですね。そしてこのジューシーステーキと双璧をなすのがフレッシュステーキ。ジューシーステーキと比較すると赤身が多いのが特徴、ヒレに近い肉質のため柔らかく、肉の旨味と上品な脂の甘みを堪能することができます。お値段は 200g で税別1590円で、そこからは 100g ごとに700円ずつ上がり、 300g では2290円、 400g では2990円となっております。ジューシーステーキよりお値段一回りお高めなんですけど、脂より赤身の旨味をより味わいたいって方にはおすすめですね。さあそう言ってるうちにも残り1分で無事6皿完食、7皿目滑り込みセーフで、あとは消化試合ですね。食べきったら記録は7皿で、記録8皿にギリ1皿届かなくて悔しかったんですけど、実はねこのステーキ食べ放題まだね隠された効果があって、なんとねラストオーダー残り時間に関わらず手元に肉が残っててもできるそうです。つまりね実はねこの残り1分で7皿目食べ始めた時でも8皿目ねラストオーダーで注文できたそうなんですよね。もーん、いやねマジでね情弱すぎました。先にしとけば8皿いけたよ。ちょっとね僕にとっては素直に喜べないんですけど、これから挑戦する方にとってはねもう朗報も朗報ですよね。だってこのムーブした場合30分経ってから2皿分延長できるんで、延長戦できるんでね、実質の制限時間マジでね15分ぐらい伸ばすことできるんですよ。具体的な例を出すと、元を取るために5皿を目標としていた場合、30分以内に3皿食べて残り1分ぐらいで4皿目来た時にね、お5皿目食べますみたいな感じで言えば、もうね残り2皿ね延長戦でね5皿達成できちゃうんですよね。いやこれ知ってたらもうアドでかいですよ。元取るハードル一気に下がるもん。もう皆さんもね挑戦する際は今回でね僕の失敗を糧に、ぜひねこの裏技を利用してみてください。さあちょっとね食べ放題のねあの裏技お伝えしたところで、ワザップお伝えしたところで、ロッチさんのメニュー紹介に戻ります。牛ステーキのメインはね先ほど紹介したジューシーとフレッシュの2つなんですけど、ロッチさんではね牛肉以外のステーキも充実してるんですね。中でも国産チキンステーキはボディメイクやダイエット中の方を中心に人気のメニュー。鶏肉焼いただけやんけ、わざわざステーキ屋で食うもんちゃうやろって思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ロッチさんのチキンステーキは一味違いまして、低温調理で内部を加熱してるんで、潤いは保ったままで非常にしっとりしてるんですね。鶏ハムの外側はカリッカリに香ばしく焼き上げた感じになっていて、もう我々の考えるチキンステーキをいい意味で超えてくる一品となってます。お値段もね 250g で850円、 350g で1090円、 450g で1290円と、牛肉と比べると量に対してのお値段が安く、さらにね11時から15時のランチタイムは、通常ね税込み352円のライススープのセットが無料になるんで、毎日お肉を食べる習慣つけたいけどお財布的にきついわーって人にとって、非常にありがたい存在となっていますね。他にもねジンギスカンやジンギスカンや
カンガルー肉といった普通のステーキ屋さんではあまり取り扱っていないステーキも揃っています。まあ、ラムはともかくね、カンガルーとかめったに見ないですよね。ルー肉って言って赤身が濃厚で癖がなく柔らかい、おまけに栄養価抜群の次世代肉として注目を集めているそうです。まあ、お値段もね 200g1750円と、まあ、試しに食べてみようと思えるぐらいの価格なんで、まあ、よければねぜひ注文してみてください。さあ言うてる間にね7皿目食べ終わりそうですね。まあ、ラスト野菜をしっかりと回収して、まあ、全てのカロリーをオールフィクションでなかったことにしたら、うん、ごちそうさまでした。はい、ってことで30分ワンコステーキ食べ放題をね、ガチりまして、まあ、結果はね7皿でした。いやね、店内記録届かっかった。マジでね、まあ、情弱が理由のもあって悔しかったんですけど、元は取りましたし、ステーキめちゃくちゃうまかったですし、何よりワンコステーキそのものを楽しめたんでよかったです。ほんとね、ロッチさんのステーキマジでうまいんで、まあ、普通に食べるでもワンコステーキ挑戦でも何でもいいんで、まあ、一度ねぜひ行かれることをお勧めします。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。ねえ、知ってる？最近話題のすごいサプリあるらしいのよ。なになに？ポコスリムって言うんだけど。ポコスリムって可愛い名前ね。可愛いでしょ？しかも今界隈で大注目されているターミナリアベレリカが配合されているの。誰よそれ。インドの伝統果実で糖と脂肪の吸収を抑える効果が認められているの。糖と脂肪の両対応できるのは魅力的ね。すごいところはまだあるわ。入っていると何かと嬉しい乳酸菌がなんとたった2粒で1億個入ってるのよ。億って桁がおかしいわよ。さらに他にもウコン、高麗人参など健康的な毎日をサポートする成分が全部で20種類以上も配合されているのよ。ちょっと効果盛りすぎじゃない？インフレすぎたソシャゲの限定キャラみたいになってるわよ。さすがに値段も高いんじゃないの。毎月届くテッコースならなんと初回980円、2回目以降も通常より 10% 安い3580円で手に入れることができるわ。サプリってまず使い勝手や効果知りたいから紹介980円や助かるわね。しかも今ならテイクコースの入会で限定のシノケンお箸がもらえるそうよ。あら、お箸のプリントがキュートね。普段使いできる点も実用性高くていいわ。紹介980円だしとりあえず試してみようかしら。気になった方は概要欄に記載の URL から要チェックね。